どうも、私です。新限定キャラマギアが来たので、長女震災引いていきたいと思います。まあ、そんなに今回がっつり引くつもりはなくて、さすがに。新春がね、あと2ヶ月で来るのに、ここで引くわけにもいかないので、オーブもったいないからさ。まあ、引いて40ぐらいかな。まあ、オーブバックも来るからね。引いて40で、まあ、星玉までは行くつもり。で、マギアが来た時点で撤退します。はい。まあ、それ以外だと、まあ、キリンジも持ってないので、キリンジ欲しいな。うん。で、アルセーヌさんはラックがアルファも合わせると50なんですが、まあ、いらんぞ。こういうことを言ってるから出ちゃうのかもしれないけど。ということで、とりあえずまずは星玉まで行きたいと思います。はい。で、なんか今回さ、新しい確定演出があるらしいね。ほい。ああ、このガチャリドラの上の天井ぶち破っていくみたいな新限定じゃない、新確定演出があるらしい。それもね、すんごい発想でできたなと思ったんだけど。うわ、ハレルギア、ちょっと待って。確かハレルギアとさ、確率一緒なんだよね、マギア。うわー、別世界戦だとマギアが出た可能性があったってことでしょ、これ要するに。いらないんだよな、4体。いや、まあ、割とさ、その天魔の6とかで、フレンド入れたりとかで4体で行くけどさ、いやー、マギア欲しかったな。はい、ここで星玉。確定なし。引っ張って放す。あ、ぶつじゃ、ジャンス、ゲジャジただなぁ、11体でしょ？で、他全員 0.4 でしょ？うわ、カノンだ。そうなっちゃうよねー。そうなっちゃうよねー。星玉。そうだよね。0.4 だもんね。確定なわけないもんな。ほい。ここで、マギア出てきてくれたら熱いよ。いいんだよ、出てきてくれても。しゃあ。マジで、ここで1体確保はでかいって、熱いって。やった。てか、え？このたった20連と星玉で限定3体って普通に出すぎだけどね。よく普通に考えたら。しゃあ。これどっちがいいんだろうね。結局ね。難しいよな。真重心化だもんね。あー。ちょっと悩ましいけれど。まあ、でも一回こっちかな。こっち純白の方にしておきましょう。こっちの方がね、霊絶に刺さる可能性が高いから、一旦こっちにします。いやー、非常に満足です。ありがとうございました。